皆さんこんにちは。このセッションでは動画と字幕についてお話しします。私の名前は林雅也と申します。2013年にワードプレスコミュニティに参加しました。その後一度ワードキャンプでスピーカーをしました。今回は2回目になります。昨年ワードキャンプ沖島で実行委員をしました。ワードプレス .tv のコントリビューターをしております。SNS ではハヤツというニックネームで参加しています。 Twitter や YouTube、マストドン、その他、よろしければフォローしていただけると嬉しいです。まず動画についてお話しします。皆さん動画と聞いたときにどういったものをイメージされるでしょうか。 YouTuber、 おしゃれな動画、ブロガーという言葉を聞いたことがある方はいらっしゃいますでしょうか。ウェブログのブログではなく Vlogger という言葉です。これは動画をより日常的なものとして、これまでテキストや画像で表現してきたブログのようなものを動画を使って表現していくというやり方です、スタイルです。特に、日常の生活を動画にする、これが、面白いかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、これからこういった、ものが、増えてくるのではないかというふうに私は考えています。動画が日常になった世界がもうすぐ来ると考えています。動画で世界ともっと楽しくつながれる世界がもうすぐ来ると私は考えています。改めましてワードプレスと動画のテーマについてお話しします。皆さんに質問です。この数字は何でしょう。11,405。答えはワードプレス .tv で公開されている動画の数です。これがワードプレス .tv です。ブラウザでワードプレス .tv と入れるとこの画面が表示されます。ワードプレス .tv は動画を共有するウェブサービスです。動画を共有するウェブサービスといえば有名なものとしては YouTube があると思います。それと似たようなものであると言えると思います。違いは、ワードプレスに関する動画だけがアップロードされるという部分です。
ここでアップロードされた動画は、クリエイティブコモンズの、YSA4.0 というライセンスで公開されています。もう一つ質問です。この数字は何でしょう。18。答えは、日本で開催されたワードキャンプで、wordpress.tv に動画がアップされているワードキャンプの数です。これまでに日本ではワードキャンプが25程度、今回の大阪で26程度、開催されてきました。その中で全ての動画が、上がっていません。上がっているのは18のワードキャンプの動画です。またその上がっているワードキャンプについても全てのセッションの動画が上がっているとは限りません。一部のセッションは上がっていない可能性はあります。ただこれだけのワードキャンプのセッションの動画が見れる、それが wordpress.tv です。少し余談になりますが、私としては全ワードキャンプの動画を公開したいと考えています。ですので、もし未公開セッション動画のデータをお持ちの方、セッション動画を公開してほしいという方いらっしゃいましたら、ぜひ私に声をかけていただけると嬉しいです。次に、ワードキャンプのセッション動画がwordpress.tv で公開されるまでという話をします。まず全体を見渡した計画を立てます。機材、配線、配置、撮影、編集、アップロード作業、そして公開という流れになります。動画データについてお話しします。動画データの付き合い方の、初歩的なお話になります。これまでに動画を保存できるようなメディアはたくさんありましたが、今日の時点では SD カードが一番使われていると思います。 SD カードはコンビニエンスストアなどでも購入できるし、価格も安価なものからありますので、ご存知の方も多いと思います。そこに動画データが保存されるわけですが、注意点としてファイルサイズがあります。動画はテキストや画像と比較して一般的に非常に大きなサイズになります。通常 SD カードにデータを保存した場合、2GB というサイズで、それ以上保存が、それ以上のファイルサイズを保存できないという場合がありますので、注意が必要です。また、そのような大きなデータをネットで共有する場合にも注意が必要です。回線の速度も重要ですし、あと大量のデータを、短期間に、転送すると通信量制限がかかって、速度制限が入ってものすごくスピードが遅くなってしまうという場合があります。このような点に注意しながら動画データは取り扱う必要があります。動画形式も様々な種類があります。今日時点で私が考える一番、メジャーな形式は H.264 という形式だと思います。また動画のファイル形式、拡張子と、おおよその、話をいたしますと MP4 であったりとか MOV というファイル形式が多く使われています。
次に非常に重要なお話があります。 wordpress.tv にアップできる動画の最大容量が 1GB です。これは今日時点の動画の、サイズからすると非常に小さいと言えると思います。ですので 1GB に抑えるためのさまざまな工夫が必要になります。一つのアプローチとしては解像度があります。最近はフル HD と呼ばれるサイズが多く使われますが、 wordpress.tv に上げる動画については 720p と呼ばれるサイズまでが適当と考えられると思います。また時間単位でどれだけの動きを表現できるかという要素にはビットレートというものが関わってきます。これについて最近の私の考えるビットレートは、例えば 10Mbps といった設定になることが多いと思います。しかし wordpress.tv にアップする際にはビットレートを 2Mbps 程度まで抑える必要があります。次に機材リストの例をお話しします。これは私が昨年ワードキャンプ沖島で動画に関わった時のリストになります。ビデオカメラ、三脚、ボイスレコーダー、マイクケーブル、マイク端子変換コネクタ、ショットガンマイク、マイクスタンド、大江タップといったものが必要になるだろうということでリストアップしました。この中でいくつか具体的に見ていきます。まずカメラ。一般的に長時間の動画を撮影するにはハンディカムと呼ばれるビデオカメラが一番よく使われています。場合によってはこのようなカメラが使われることもありますが、撮影できる時間であったりとか、他にも、ありまして上級者向けと言えると思います。次にマイク。ビデオカメラについているマイクで録音した場合、距離が遠いということでうまく音が拾えないという可能性があります。そのようなことに対応するマイクとしてショットガンマイクというものがあります。これは指向性があるマイクで、そのショットガンマイクを向けた方向で発生した音を集中的に拾うことができるというマイクになります。これは昨年ワードキャンプ沖島で実際に使ったマイクです。この他にもスイッチャー、スプリッタ、ビデオキャプチャーデバイス、GPU 搭載 PC といったものもあるとより高度な撮影が可能です。次に配線図のお話をします。あらかじめリストを作っておいた上でですね、会場の場所に行った時に本当にそれが使えるかどうかということを確認する、想定して検討するにあたっては図にするということが非常に大事です。おそらくいけるだろうと思って用意をしていても、実際に現場に行ってみると長さが足りないであったりとか、さまざまな形状があるコネクタの種類が違うといった
想定外のことが起こる場合が多々あります。このようなことに対応するために事前に配置配線図を作ることをお勧めします。次に動画を編集する方法についてお話しします。MacOS や iOS、iPadOS といった Apple の、Apple 社のデバイスを使っている場合、おそらく iMovie というアプリが、入っていると思います。この iMovie ではまずトリミングという動画を切り貼りするという機能がついています。また動画を回転するという機能もあります。 MOV ファイルという形式で書き出すことができます。動画を拡大することができます。またトランジションという一つのシーンから別のシーンに移る際に、パッと切り替わるのではなくてふわっと切り替わったりとか、ちょっとこうカーテンがかかるように切り替わったりとか、さまざまな演出ができるという機能も iMovie は持っています。逆に iMovie にできないこと、一つにはモザイク、ぼかしということがあります。撮影している内容の中に何か、例えばパスワードが表示されてしまったとかいう場合に、そこの部分だけを、カットするのではなくて、このパスワードが表示されている部分だけをちょっとごまかしたいなというような場合に、このモザイクやぼかしの機能が必要になってきます。しかしこのモザイクやぼかしという機能はかなり高度な編集になりますので、こういった機能を使いたい場合には、専用のソフトといいますか、より高度な編集機能を備えたソフトが必要になってきます。またマイク、外部マイクで録音した場合、左側だけが音が出ているような状態になる場合があります。そういった場合に片側のみの音声を左右両方で聞こえるようにするという編集が iMovie ではできません。またビットレートの設定もできません。先ほどご紹介した wordpress.tv の中には iMovie を使って動画を編集する、 WordCamp の動画を編集するという手順の動画もありますので、もしご興味がある方がいらっしゃいましたら、こちらも、ご覧ください。次に Windows を使っている方に対するお話をします。 Windows を使っている場合、スタートメニューの中にビデオエディターというアイコンがあると思います。こちらをクリックすると、実際にはフォトというアプリが起動されるようですが、そのフォトというアプリの中で動画を編集することができます。ビデオエディターでできることはトリミング、動画の切り貼り、動画の回転、 MP4 ファイル書き出しといったことが可能です。逆にできないこと、モザイクぼかし、動画の拡大、トランジション、このあたりは iMovie ではできた機能になりますが、こちらのビデオエディターではできない機能になります。また片側のみの音声を左右両方で聞こえるようにすることや、ビットレート設定もできません。もしこのような高度な編集が必要になった場合については、例えば一例を挙げますと Adobe 社の Premiere Pro、 Blackmagic デザイン社の DaVinci Resolve といったアプリが
より高度な編集ができます。ただ、iMovie やビデオエディターと比べると、比較にならないぐらい、難しい、まあ、高度な高機能であるがゆえに、難しいという側面もあります。ただ、私としては、皆さんがこういうのに興味を持って、どんどん動画編集ができるような、状況になっていくといいなと思っています。先ほどのアプリではできなかったモザイクぼかし、片側の音声を左右両方で聞こえるようにする、ビットレートを細かく設定するといったことが、これらのソフトを使うと逆に簡単に実現できます。先ほどご紹介した iMovie やビデオエディタでもものすごく工夫をして、そういったぼかしを入れるというテクニックがないこともないんですが、かえって難しいというような、こともあります。必要な編集内容に応じたアプリを選択するということが重要になってきます。最近は YouTube などでもこういった動画編集ソフトの使い方を解説する動画がたくさん上がっていますので、そういったものもご興味があればご覧いただければと思います。そして編集が終わった動画を wordpress.tv にアップロードする場合には、このようなフォームに必要事項を入力して投稿を行います。いくつかポイントを申し上げます。カテゴリーについては、開催地の場所、今日であれば大阪、また、開催された都市、今回であれば2019という、ものをチェックします。そして This is a WordCamp Video というところのチェックを入れると、勝手にイベントのところに、そのワードキャンプの情報が入ります。ちょっとちっちゃいですけれども、このあたりがイベント名になります。また、プロデューサーというところは、入力は不要です。画面の下に行くと、このような画面になります。一番下の項目で、ビデオファイルという項目がありますので、これを、ここからファイルを選択すると、そしてサブミットというボタンを押すと、動画を投稿することが可能です。このようなワードキャンプビデオを wordpress.tv にアップロードする手順というのも wordpress.tv に動画が紹介されていますので、こちらもご興味ありましたらご覧ください。先ほどの項目に入れた内容で最低限の情報はあるのですが、いくつか、補足で情報を共有したいというケースがあります。例としてはスラッグと呼ばれる、実際の動画のページのアドレスを、細かく指定したい場合、またその動画に対する その動画に対するタグをつけたいという場合には、先ほどの項目には入力する項目がありませんので、このような、このようなシート、共有シートを使って、情報を共有するということが必要になってきます。次に作業分担についてお話しします。ウェブ制作でも作業分担というものがあると思いますけれども、動画を、取り扱う場合にも作業分担が、考えられます。
まず少人数の例、この場合はワードキャンプ実行委員の方が、動画ファイルを、撮影した動画ファイル SD カードになると思いますけれども、それを取りまとめて、その動画を、カットして、で、場合によってはイントロと呼ばれる動画の最初の部分に少し、情報を加えるような、そういう加工をして編集して、動画をエンコードするという作業をして、その上で、サブミットをするという一連の作業を全て一人で行うというようなワードキャンプもあります。例えば昨年私が担当したワードキャンプ沖島の場合はセッション数は 5、6 程度でしたので、私一人で対応することが可能でした。しかし東京や大阪の場合セッション数が、30といったケースも出てきますので、そうなった場合に一人の人で、対応するというのは難しいと思います。もう一点この、内容スライドの内容でご説明したいのがモデレーターになります。 wordpress.tv は YouTube と違って、動画を公開する際に人がその動画をチェックします。 wordpress.tv は wordpress に関する動画をアップするということですので、その内容が全くワードプレスと関係ないであったりとか、ワードプレスコミュニティにとって、ふさわしい内容ではないだろうというふうに判断される場合には動画が公開されない場合もあります。そのような作業を行うのがモデレーターになります。なお、モデレーターは世界で約30人から40人程度います。日本では私を含めて2人、では次に大人数の例をお話しします。先ほどの作業をこのように分担します。まず撮影した動画をクラウドにアップする方、次に情報整理シートを作成する方、次にイントロを作成する方、そして最後に動画編集サブミットを行う方、それぞれ複数の人が関わることができます。これらの人たちの作業管理は、先ほどのようなスプレッドシートを使ってすることができます。このように対応することによってより大きなワードキャンプでも動画編集を滞りなく進めることができると思います。次にもう一つの大きなテーマ、字幕についてお話しします。字幕というと、例えば映画館に映画を見に行ったとき、英語で喋っているセリフに日本語の字幕がつく、これが一番馴染みの多い字幕ではないかと思います。これは説明するまでもなく、英語のセッションの内容が日本語でわかるという意義があります。しかしそれ以外にも様々な字幕の種類があり、それぞれに意義があります。例えば英語動画に英語字幕がつけば、英語が聞き取るのが苦手な人であってもより英語を理解しやすくなるという意義があります。日本語動画に日本語字幕をつけた場合は、音が出せない環境でも内容を理解することができます。また音声を聞くことが難しい人でもその内容を知ることができます。日本語動画に英語字幕をつければ英語の勉強になります。またおそらくこの部屋の中にはいらっしゃらないかと思いますけれども、日本語が理解できない方にとってはその動画を英語で理解することができるようになります。
このような様々な字幕をつけるという作業を wordpress.tv 関係者では行っております。では次に字幕ファイルの作成方法の例をご紹介します。一つ目はテキストエディタで素朴に編集するという方法です。字幕データは簡単に言えばタイミングと表示する文字が書かれたテキストファイルとして作ることができます。ですのでこのようなレベルであれば、比較的簡単に、編集できると思います。しかしかなり地道で時間がかかる作業になります。そこで最近はさまざまなテクノロジーを使ってこの作業をより効率よくするということでチャレンジが行われています。その中で今回紹介したいのは UD トークというアプリになります。これは使いこなすのはちょっと大変かもしれないけれども使いこなせると非常に効率的に字幕をつける作業ができるアプリになります。UD トークというアプリは字幕をつけるためのアプリというわけではありません。コミュニケーション支援アプリというのが本来の開発目的、コンセプトとなります。しかしこの機能は強力な機能を持っているため字幕をつけるための補助アプリとしても非常に役立つアプリです。UD トークを使うメリットについてお話しします。一つ目は話した内容を書き起こしてくれるので一から手作業するより楽。二つ目はこれは喋っている人が喋るとどんどんその場でリアルタイムに文字が書かれていくんですけれども今のテクノロジーでは喋った内容と違う間違った認識をするということも多々あります。そのような場合にリアルタイムで複数の人が同時にその字幕を修正することができます。これは非常に強力な機能です。3つ目は句点・読点が入る。4つ目は単語登録ができる。例えばワードプレスの専門用語があった場合、例えばワードキャンプというような言葉はおそらく多くの今のテクノロジーでは正しく書き起こすことができません。しかしそういった単語を登録しておけば正しく文字認識、音声を認識して文字起こしをしてくれるようになります。これも UD トークの現時点での非常に大きな強みだと思います。最後にタイミング情報が入る。字幕をつけるという作業は喋った内容を文字にするということとあとはその文字の情報をタイミングをつけていくという作業になりますがこのタイミングをつけるという作業も非常に地道な作業になります。ですので UD トークを使えばおおよそのタイミングがどんどん入っていったテキストが用意されますので字幕をつけるための元データとして非常に役立ちます。ただですね、字幕のデータというのは今さまざまな形式があります。ですので、かなり、頑張っていろんなコンバートをしてデータ形式を変えていくことでようやく wordpress.tv にアップロードできる形式になります。大きくは CSV コンバーターというものともう一つ AMARというウェブサービスです。これは必ずこれでなければいけないというものではないのですが今回一例として今一番使われているものとしてご紹介させていただきます。CSV 形式これはおそらく多くの方が目にしたことがあるのではないかと思います。テキストファイルの各項目がカンマで区切られた形式それが CSV 形式です。これを CSV コンバーターというものにかけて
Facebook 動画で使えるような SRT 形式、また YouTube などで使える SBV 形式という形式にコンバートする機能が、UDtalkの開発元が開発しています。こちらが SRT 形式の例です。電盤が振られてタイミング情報と文字情報が入っている。比較的素朴な形式ではないかと思います。次に、amara.org というサイトで、提供されている字幕データ編集サービスをご紹介します。こちらは無料で使うことができます。UDtalkも無料でも使えます。アマラの登録も無料でも使えます。画面の見方ですが、この真ん中の部分が、喋った内容がテキストとして入っています。これはブラウザ上でここのテキストを編集することができます。さらに、この真ん中の部分のこの横にイーって伸びている。これが、ここの例えとしてですね、もし皆さんが太鼓の達人というゲームを知っていれば、理解していただきやすいと思うんですが、右から文字が流れてきます。そしてその喋っている人がその文字を喋った瞬間にキーボードを押すことによってそのタイミングを入れていくことができるというアプリになります。そしてこのようなさまざまな作業を通じて次になりますのが DFXT 形式というものになります。これは XML と呼ばれるような形式の一つと考えられると思います。しかしここまで来ると全く手作業でエディターで編集するということは不可能な形式になっていると思います。この下の部分、このアンパサンドシャープ12428セミコロンといったものが一つの日本語の文字を表していますが、これを直接エディターで編集するということは不可能です。ですので、先ほどお伝えしたようなさまざまなツールを使ってデータを編集していき、最後にできたファイル TTML 形式というファイルを wordpress.tv のフォームからアップロードする、サブミットすることで動画に字幕をつけることができます。このフォームは非常にシンプルで、投稿者の名前やメールアドレス、そして投稿する字幕の言語を選択して、あと最後に、字幕ファイルを添付する。そして、サブミットすることができるという形式になっています。こちらも、投稿後、モデレーターがそれを、受け入れ処理をすることによって、受け入れ作業をすることによって公開されます。今ご説明した字幕をつける、そして wordpress.tv に投稿するという手順も wordpress.tv に、解説動画がありますので、より詳しく、見たいという方はこちらも合わせてご覧ください。次にモデレーターの話をします。こちらがモデレーターが操作する wordpress.tv の画面です。おそらく皆様お分かりのように wordpress.tv は wordpress でできている動画共有サイトです。一つ一つの動画はポストとして投稿されたものになります。こちらのワードプレスの管理画面にログインできるのがモデレーターです。このモデレーターが、構成しているのがワードプレス .tv チームです。先ほども申し上げたように、世界で30から40程度います。毎週ミーティングがスラック上で行われます。チャットでのミーティングが行われます。
ワードプレスコミュニティ公式スラックの WPTV チャンネルというところで、毎週金曜日の深夜0時から開催されています。もしご興味がある方がいらっしゃいましたら、オープンにしていますので、ご参加ください。また先ほども少しお見せしました情報共有シートを使ってワードキャンプ実行委員とコミュニケーションをして動画の、アップする際に必要な補足データのやり取りを行うためにも、この情報共有シートは、使われています。ここまでの話が wordpress.tv に動画や字幕を取り扱う場合の、お話になります。ここからは wordpress.tv と YouTube を比較するという話をしたいと思います。 wordpress.tv のサイズ制限は 1GB、 YouTube の再生制限は 120GB、 全く、比較にならないと思います。YouTube の圧倒的な強さです。YouTube の優れた機能は、高解像度の動画、4K といった動画にも対応しますし、興味がありそうな動画、他の動画も紹介してくれますし、ショートカットキーを使って、数字の0から9や、再生速度をアップしたり、ダウンしたり、ちょっと進んだり戻ったりということも自在にできます。WordPress.tv は速度を変えるという機能を持っていますけれども、それ以外の機能は YouTube と比較すると、比較することは難しいです。しかし、私の考えですけれども、一つのクラウドサービスに依存するリスクもあるかもと思っていますので、私としては、YouTube と WordPress.tv は両方使うのがいいと思っています。すみません、説明が前後しましたが、YouTube には WordPress というチャンネルがあります。こちらには wordpress.tv の動画が、一部転載されています。もしご興味がありましたらこちらのチャンネルを、チャンネル登録していただくと良いかと思います。場所はともかく、とにかくもっと動画を盛り上げたいと考えています。理想の状況は、たくさんの人が動画を見てくれることで動画を公開するモチベーションがアップして、良質な動画がたくさん公開されるということを、期待しています。しかし現実は、動画を公開してもあんまり見てもらえない。すると動画を公開するモチベーションがダウン、動画の質が低下し、公開時期が遅延し、字幕もつかないといった状況が生まれます。どうすれば良い感じの流れが作れるか。wordpress.tv で世界と友達になろうという、ワードプレスのページを作成しました。これは私が今は個人的に作成しています。また、ツイッターで WPTBJP というアカウントがあるので、ぜひ皆さんにこちらをフォローしていただきたいと考えています。今は友達が少ないです。しかし、もっとたくさんの人が wordpress.tv を見ていただくことによって、世界と友達になる、そんな時代を作っていきたいと考えています。提案があります。一つは、自分が登壇したセッションの内容に英語字幕をつけませんかというものです。そうすれば、自分が日本語で登壇した内容を世界の人に見てもらえる可能性があります。次に、YouTube のプレミア公開をしませんか。こちらをすると、よりアップロードした動画を見ていただく安いイベントを作ることができると思います。3つ目、動画にフィードバックをしましょう。動画の下に LIKE というアイコンがあります。wordpress.com のアカウントがあれば、LIKE をすることができます。ぜひアップロードされた動画にリアクションをお願いしたいと思います。ワードスラックというスラックのワークスペースがあります。こちらでは日本語で、ワードプレスに対するコミュニケーションができます。
この WPTV チャンネルでお待ちしています。ぜひご参加ください。登録方法は YouTube でワードスラックと調べていただくと私が説明しています。 WPTV チャンネルが動画好きがどんどん集まってクリエイティブなコミュニケーションをする場になるといいなと思っています。まとめですが、時間の関係上割愛させていただきます。このような内容をお話しさせていただきました。では以上発表とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。林さん、ありがとうございました。改めて林さんに拍手をお願いいたします。